サローテ・マフィレオ・ピロレブ・トゥポー・三世は、トンガ女王。トンガの一派ーンが高果、ジョージ・トゥポー・二世と第一夫人ラビニア・ベヨンゴ・フォトゥノコ。ファーストネームのサーロテは、シャーロットのトンガ語における天下である。ビリアミ・ミトゥンギ・マイ・レフィヒト、成婚し、幸せタウファー・ハウ・トゥポー・ラヒ、ウィリア・ミ・トゥク・アホ、シオネング・マヌマタ・オンゴの三子を設けた。長い闘病生活の末、 1965年に、オークランドのアオテア病院にて放御。長身で知られ、タイム誌によると6フィート3インチあった。幼年期のサローテトゥイカノクポルツ、アイカノコパルー町の第21代当主サローテは、キュートムアムウェイのトゥイトンガツアイトンガ町の、松江らからは不詳不詳ながら、女王に認められた。そのため、知性の初期は、 自身に対する不信の払拭に不信した。トゥイハータからウアツワイハートからウチョウの直径のシソンビリアミトゥンギマイレフィヒトの子に役は父の卓越した手腕によるものである。夫妻の子女にはトンガの三大王家の血が混交している。1920年から翌年にはトンガの史跡マッピングを目的としたバーニスピー・ビショップ博物館のベイアード・ドミニック。 探検隊、バヤール・ドミニック・エクスペディションに、アクセス手段や情報を提供して支援。エドワード・ウィンスロー、ギフォード・エドワード・ウィンスロー・ギファードを中心に編纂された。その報告書は、有史以前のトンガに関する広範な研究の基礎となった。また、文筆活動や舞踊音楽の作詞にも熱心で、ヒバカからヒバカからと呼ばれる詩や早朝ならからかを愛した。 在中しばしば、アイルランドを訪問し、ケリリ県、ウォータービルのバトラーアームズホテルに滞在した。1953年のエリザベス2世の、戴冠式では、土砂降りの雨の中を無害馬車で、しかも手を振りながら、笑顔でカ歩し、監修から警護の情を集めた。1954年から放御まで、トンガ赤十字教会の講演する、トンガ伝統委員会委員長を務めた。 1967年から1974年まで発行されていた全犬種のパンガ紙幣に肖像が使用されていた。ありがとうございます。